はいどうも、田原元成です。この動画で NHK マイルカップ、こちらのデータ分析を行っていきたいと思っております。このレースなんですけれども、非常に荒れます。去年なんかまだ可愛い方という、そんな配当だったんですけれどもね、まずはこのデータの方から紐解いていきたいと、そう思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まずは1番人気馬の成績です。こちらをご覧ください。馬券内率でいうと 50% ぐらいですかね。まあ、2017年以降に関してはちょっと勝ち星から遠ざかってしまっておりまして、信頼としてはちょっとどうだろうというそんなところも拭えません。それ以外の人気馬を見てみますと、7番人気以下、こちらに該当した馬がですね、2勝を挙げておりまして、2着4回3着6回、かなりこの人気薄がね来ているというそんな傾向が伺えました。去年もね、7番人気のソングラインが2着に入っておりまして、過去を遡りますとね、マイネル鳳凰が人気薄で勝っていた、そんなこともありますので、非常に荒れる G1 である、これが言えるのではないでしょうか。はい、続いてはローテーションです。こちらをご覧ください。こちらご覧いただきますと、3レースですかね。ニュージーランドトロフィーと、桜花賞と、皐月賞。この3レースが主流ローテということでね、こちらのデータから伺いました。で、今年該当馬何頭かいるんですけれども、意外なことにね、ニュージーランドトロフィー組そんなに多くないです。それこそ勝ったジャングルだったりとか、2着のマテンローリオンが主なところなんですけれども、まあ、それ以外で言うと、例えば桜花賞がアルリングウェイ、なんですけれども、あと皐月賞がね、ダンテスビューとかそんなところが該当をいたしました。ローテーションで言うとね、この3レース、ほとんどこの3レースのどれかから馬券内が出ることはほぼ確実という、そんな状況でありますので、まあ、要警戒と言えるのではないでしょうか。はい、続いては決闘です。こちらをご覧ください。この中だと2つの系統に分かれましたね。サンデーサイレンス系が7勝をマークしておりまして、ノーサンダンサー系、こちらの方が3勝とね、近代競馬の芝マイル戦、この状況においてはかなりね、健闘といえるような、そんな成績を残しておりました。この中でも注目していただきたいのがダイヤメジャー、こちらの3区なんですね。まあ、数字で言うと3、1、2、10とね、馬券内率が結構 30% を超えているようなね、そんなデータも示しておりました。それこそディープインパクト3区よりもね、勝っているというそんなところもありますので、この NHK マイルカップという舞台、ダイヤメジャー3区にとってね、かなりいいようなね、そんな舞台だと思っております。で、今年の該当馬なんですけれども、セリフォスとマテンローオリオン、この2頭が該当をいたしました。前者がね、旭海フューチュリティステークス2着馬ということでして、マテンローオリオン、こちらの方がニュージーランドトロフィー2着、いずれも実績を持っている2頭ですので、ある程度人気はすると思います。ただですね、決闘という部分におきましては、さほど評価を下げることもないのかなと、そう思っております。はい、続いては機種別の成績です。こちらをご覧ください。こちらご覧いただきますと、3人がね、結構複数勝利を挙げていた、そんなところが伺いました。まあ、ルメールジョッキーが2勝で、デムーロジョッキーも2勝、で、横山のりジョッキーもね、2勝ということでね、この3人に関しては、人の部分で評価を上げてもね、いいのかもしれません。で、今年なんですけれども、まあ、ルメールジョッキーがいないということなので、デムーロジョッキーがプルパレという馬に騎乗予定でして、横山のりジョッキーが、まあ、天狼オリオン、この馬に騎乗予定ということになっております。まあ、いずれもね、プルパレーにしろ、マテンローオリオンにしろ、左回りの重賞を勝っているというのはプラス材料でもありますし、そこにこの人の部分が加われば、さらにね、パワーアップと言えるのではないでしょうか。はい、続いては馬主別の成績です。こちらをご覧ください。もうパッと見てね、これ、社内農産系クラブの天下みたいな、そんなような印象が伺いました。去年なんかサンデーレーシングのワン、ツー、スリーみたいな、そんなこともありましたし、一昨年もね、クラブパが上位を独占しておりました。非常にこのレース、クラウバーと相性がいいという、そんなところを示しておりますので、まあ、該当馬においてはね、注意が必要なのかもしれません。で、今年の主な該当馬を挙げてみますと、例えば、アルリングウェイであったりですとか、インダストリア、ステルナティア、で、ソリタリオなんかもね、クラブ馬に該当をいたしました。まあ、いわゆる馬主という人の部分でもあるんですけれども、過去の傾向を考えた時にね、ノーマーク、結構ね、その注意をすべき存在なのかもしれません。はい、続いては枠順別の成績です。こちらをご覧ください。こちらご覧いただきますとね、一見、どの枠も勝っているのかなという印象なんですけれども、6枠から8枠。まあ、いわゆる馬番2桁番で外枠に該当するようなところなんですけれども、そちらの方が5勝ということで、結構外枠有利のね、そんな印象を僕は抱きました。まあ、過去のレースなんかを振り返っても、先行馬であっても、こう、例えばアイロリッドみたいにね、外枠からすんなり先行いたしまして、揉まれずに、相馬を押し切ってしまう。この形非常に多いです。結構逆に内枠を引いた馬がね、こう窮屈な競馬を強いられてなかなか抜け出せないとか、まあグランアレグリアもね、スムーズとは言えない競馬で馬券外になってしまっておりましたし、そういったところを考えるとね、やっぱある程度真ん中から外とかそういったところを引いた方がいいのかなというような、そんなデータになっております。はい、続いては客室別の成績です。こちらをご覧ください。
こちらご覧いただきますと、逃げから追い込むまでね、すごくバランスよく勝っている、そんな印象が伺えました。ただその中でも逃げ馬の成績は特筆すべきでして、数字で言うと3115とね、馬券内座 50%、まあ全てね、5頭に入って、5頭のうち4頭が一番人気ということで、まあ人気に応えたというね、そんなところもあったんですけれども、かといって、すごく逃げ馬だから、こう評価を下げるとかね、そんなこともしなくていいのかなと、そう思っております。で、今年なんですけれども、前走逃げた馬がね、ジャングロという馬が、ニュージーランドトロフィー逃げ切りから、こちらに参戦を果たしました。結構ね、スプリンターなのかなと思っていたんですが、まあ、前走、中山マイルをこなした、ここに関してはね、一定の評価が必要かなと、そう思っております。はい、で最後にですね、高走率が高いという、そんなデータの方をお伝えさせてください。こちらがですね、インダストリア。この馬に該当するんですが、前走芝2000メーター重賞で5着以内。こちらに該当した馬というのが3001とね、非常に高い高走率を示しておりました。この該当馬なんですけれども、例えば去年の勝ち馬シネルマイスターであったりですとか、アドマイヤマーズとかクラリティスカイ、この3頭がね、前走芝2000メーター重賞で5着以内、こちらに該当をしておりました。やっぱ2000メーター重賞ってね、ある程度そのクラシック戦線を狙うような、そんなところが出走する一戦ですので、そこでの掲示板内というのはね、結構価値が高いという、そんなデータだと思っているんですね。で、特に今回の東京1600メーターという条件は結構タフです。スプリンターがこなせる条件ではね、到底ないような印象が伺えますので、そういった部分もね、この距離短縮ローテというところに、すごくね、後押しをしているのかなと、そう思っております。では、インダストリアについて補足いたしますと、2走前に、中山マイルで上がり3波の最速での勝利がありました。前走弥生賞はね、前残りの展開に泣いてしまったんですけれども、直線結構ね、3、4コーナーで外に弾き出されてしまったような、そんなところもありました。まあ、その中で5着だったら9大点と言いますし、2走前のパフォーマンス、こちらの再現があればね、この舞台でも十分やれると、そう考えております。あともう一個の高走率が高いデータなんですけれども、こちらの方が1800メーター以上の重賞で3番人気以内の経験あり、こちらに該当した馬というのが10年中8年で馬券内に入っておりました。これ先ほどちょっとね、続きになるんですけれども、やっぱクラシック戦線を目指す馬にとって1008とか2000とか、そういった重賞においてかなりレベルが高いという、そんなメンバーが集まるんですね。それは昔も今も変わっておりませんので、その中にあって人気支持をされていた、まあ、支持されるからにはね、当然過去の戦績だったりとかそういった理由がありますので、そういった裏付けのもと人気になっている。で、そういった馬がね、今回距離短縮というような形であったりですとか、マイル戦線に方向先を向けてきた。そこがね、かなりアドバンテージとなっているのかと、そんなようなことが推測をされます。で、今年の該当馬なんですけれども、インダストリアと、ソリタリオ、ダンテスビュー、この3頭が該当をいたしました。インダストリアはね、さっき言ったんで省かせていただきますが、例えばソリタリオなんかはね、左回りでは全く大崩れのない、そんな1頭でして、ダンテスビューなんかもね、キサラギ賞とか、トースポハイとかそういった結構レベルの高いような、そんなメンバーの中で構想を果たしておりました。未知のマイル戦ではあるんですけれども、一気に変わってもおかしくないというね、そんなところが過去の、例えばキングズ・オブ・ザ・サンですかね、人気薄でいきなり初マイルで構想したという例もありますので、やっぱね、そういった意味では警戒を強めた方がいいのかもしれません。続いてですね、構想率は低いというこちらのデータもお伝えをさせてください。こちらがですね、ジャングロ。この馬に該当してしまうんですけれども、前走重賞を3番人気以下で勝利、こちらに該当した馬というのが00012と1頭も馬券圏内がありませんでした。そもそもこの NHK マイルカップの特徴といたしまして、前走からの連勝が非常に少ないです。それこそミッキーヤリとかね、それぐらいかなという印象を抱いてしまったんですけれども、やっぱ前走を構想を、まあ、例えばね、前走2番人気以内で勝った馬、この中にはね、ある程度好走馬いるんですけれども、3番人気以下、要はトライアルという舞台におきまして、ちょっと警戒度が薄れていた、そんなところで勝ち切ってしまった馬というのが、意外とこのレースにおいて、そのね、マークを受ける形になったりですとか、周りからこうね、ケアをされてしまう、そんな存在になったことで、馬券圏外になってしまう、そんなケースが後を絶ちません。で、このジャングロという馬なんですけれども、まあ、前走、逃げ切り勝ちをしたということで、やっぱマイルへの適性を示した、ここに関してはね、一定の評価が必要かなと思うんですね。で、先ほど客室のところで逃げ馬の構想というのをね、データとして挙げたんですけれども、その逃げ馬に関してはね、馬券内に入った5頭中4頭が一番人気という、まあ実績がね、抜けていたそんな馬たちだったと思っております。やっぱまだ実績という部分において、僕はまだちょっとね、過信しきれていない部分があるんですけれども、あくまで現段階のデータ、この部分におきましてはね、少し評価を下げた方がいいのかもしれません。あともう一個のね、高走率が低いというデータなんですけれども、こちらがダノンスコーピオン。この馬に該当するんですが、前走アーリントンカップ勝ち馬、
こちらに該当した馬がね、1005と馬券圏外が目立っている、そんな状況となっておりました。で、まあこれ1回勝ってんだからいいじゃんみたいなね、そんなとこもあると思うんですが、この1勝はちょっとね、内訳の精査する必要があると思うんですね。これ該当馬がミッキーアールなんですけれども、ミッキーアールが勝った時のアーリントンカップ。こちらがね、3月とかそれぐらいの開催だったんですね。で、そこからだいぶ間を空いて、この5月の NGK マイルカップというローテだったんですけれども、まあ試行時期が変わりまして、4月にね、アーリントンカップが開催されるのがごく最近ですかね、それぐらいになっておりました。で、その4月の開催のアーリントンカップ、こちらの勝ち馬に限定いたしますと、0004と1等も馬券圏内がないんですね。やっぱレース間隔としてはね、1ヶ月以内というところで結構詰まっているという、そんなところがね、影響してしまったのかもしれないですけれども、過去のアーリントンカップと、今のね、アーリントンカップはちょっと違う。そこに関しては頭の中に入れた方がいいのかなと、そう思っております。で、このダノンスコーピオンなんですけれども、前走マイル代わりで勝利を収めました。まあね、朝日杯でも好走しておりますし、マイル重賞ではね、大崩れがないという、そこはかなり、強調材料だと思うんですけれども、やっぱね、気がかりなのは2走前ですかね。今回と同じ東京で行われた共同通信杯、こちらの方で馬券圏外になっておりました。で、不思議だったんですけれども、あの馬の実績の割にはちょっと4番人気という、なかなか評価低かったなと思ったんですけれども、まあ、その中で、よく丸くというかね、そう人気通りというか馬券圏外になってしまった、そんなところもありました。まあ、今回のローテーションのデータであったりですとかね、そういった部分考えた時におそらく人気はすると思うんですけれども、ちょっと資格ありかなと、そう思っております。はい、以上で NHK マイルカップのデータ分析は終了となります。このレースなんですけれども、結構ね、前走からのローテーション、ここが大事だと思っているんですね。結構その距離短縮まであったりとか、そこら辺がかなり優秀な成績を収めておりますので、まあ、データからはそんなところが垣間見えた、そんな印象が伺いました。この動画が何か参考になれば、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。